皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の峰竹明です。1ヶ月チャレンジ3日目になります。昨日はですね、骨盤の前方形ですね、後ろに倒したり前に起こしたりする動作に伴って背骨をしっかりと起こしたり丸めたりしていこう、そんなワークをしていきましたが、今日は左右での運動になります。今日はですね、座っていただいても立っていただいても結構ですので、皆さん楽なポジション、取りやすいポジションで行っていきます。それではまず左手をバンザイしていただいたら、天井方向にグッと伸ばしてみていただくと、ここのね、脇腹が片側だけ伸びていく感じがあると思います。ここのしっかりと高くできるだけ手を遠い位置を保ったまま横にグーッと倒してみてください。そしてゆっくりと戻して、もう一度息を吸って天井方向にグッと伸ばす、吐きながら横に倒しましょう。ここで大きく息を吸って、この脇腹にね、空気を送り込んであげましょう。で、吐きながら戻す。3回目息を吸って手を伸ばす、横に倒して、ゆっくりと戻します。4回目手を伸ばして横に倒す。ここで息を吸って吐きながら戻します。ラスト1回吸って手を天井方向にグッと伸ばして、吐きながら横に倒す。このポジションで息を吸って脇腹に空気を送り込んで、吐きながら元に戻していきましょう。手も下ろしていただいて、左右での違いちょっと感じてみてください。こっちがね、だいぶ伸びてるなっていう感覚があると思います。それでは反対の手、右手アップ、天井方向にグッと伸ばして、右の脇腹を伸ばした状態で横に倒していきましょう。このポジションで大きく息を吸って吐きながら戻ります。もう一度息を吸って手をグッと伸ばして脇腹でしっかりと伸ばします。吐きながら横に倒す。大きく息を吸って脇腹に空気を送り込みます。吐きながら元に戻す。もう一度吸って吐きます。息を吸って戻します。あと2回いきましょう。吸って手を天井方向伸ばします。横に倒して、大きく息を吸って吐きながら戻す。ラスト1回吸って天井方向伸ばし、息を吐きながら横に倒します。息を吸って吐きながらゆっくり手を下ろしていきましょう。どうでしょう、左右ね、少し整った感覚があると思います。では続いて皆さんエッセンスを追加です。左手を後頭部にこのように当てがっていただいたら、今度はですね、肘をできるだけ高く上げていって、同じようにぐーっと横に倒してみましょう。 できるだけ肘は高く天井方向に伸ばしていくと、さらにね、伸びを感じられると思います。ゆっくりと戻します。2回目ですね、横にぐーっと倒していきましょう。この時に体が前かがみになったりねじれたりしてしまわないように気をつけてください。戻しましょう。もう一度、ここで息を吸って吐きながら戻します。あと2つ吐いて、大きく息を吸って戻します。1回大きく息を吸って吐いていく。肘の位置をできるだけ高く上げて、大きく息を吸って中央に戻していきましょう。では手を下ろしたら反対の手、後頭部です。息を吸って吐きながら倒しましょう。息を吸って戻します。息を吸って肘の位置高く、ながら横に倒しましょう。息を吸って脇腹に空気を送り込んで、吐きながら中央に戻す。息を吸って肘を高く、脇腹一度伸ばします。この状態で横に倒していきます。息を吸って右の脇腹に空気を送り、吐きながら中央に戻ります。あと1回いきましょう。吸って肘の位置高く、吐
い。どうでしょう、だいぶ最初よりもね、少し横に倒しやすい感じ、肋骨の広がった感じ、呼吸のしやすさなんかも変わってきてるんじゃないかなと思います。2ヶ月チャレンジ3日目のワークはここまでになります。明日はですね、体のねじりのワーク、ツイストのワークをやっていこうと思いますので、また皆さん明日の動画でお会いしましょう。またねー。